こんにちは、香織です。今日ね、ニュースチェックしていたらね、なんと泉房穂さんの旧民内閣を次期衆院選で目指す記事が出ているではありませんか。早速これを見ていきたいと思います。はい、国民負担減の旧民内閣を次期衆院選、政権交代目指すで、次期衆院選は、まあ、いつなのでしょうでね。まず、衆院選が、衆院が解散されれば、衆院選挙ですよね。じゃあ、解散されない場合の直近は、2025年の10月です。だから、どんなに遅くとも、来年10月までには、衆院選があります。でも多分ね、それよりも前倒ししてあるでしょう。でその時に、政権交代できるみたいなね、ちょっとね、ドキドキワクワクものの記事を見ていきましょう。はい、前、明石市長で退任後も積極的な発言を続ける泉房穂さんはね、確かね、昨年の4月に市長を引退されて、政治家もね、引退されるとおっしゃっていたかと思います。ちょっとね、時期が間違っていてたらすいません、後で、訂正しますね。でも、その市長引退後、政治家引退後の方がね、ますますこう、活発で積極的な発信を続けている様子は、もうずっと私は、ウォッチしていますが、その泉さんが時事通信のインタビューに応じ、自民党派閥の政治資金規正法違反事件などで混乱する国政の状況について、転換が必要だ。はい、もう転換が必要だということは、もう誰しもね、感じているところだと思いますが、泉さんがこう発言してくださると力強い。はい、国民の負担軽減を旗印とする旧民内閣。はい、これは救う民ですね。寝てる民ではなくて、休んでる民ではなくて、救う民の旧民内閣の構想のもと、新たな政治勢力を結集し、次期衆院選で政権交代を目指す考えを示した。泉さんが総理大臣になってくれるのでしょうかね。はい、でも政治勢力ね、新しい政治勢力って、あれ、日本にあったっけという気もしますよね。与党も野党もダメダメで、新たな政治勢力だわね。でも、衆院で、233議席、まともなね、少し頭の良い日本人が、衆院の過半数を占めれば、そこで総理大臣も選べますし、国民の顔となる総理大臣がね、選べていくわけです。はい、だから、誰がなるっていうか、今いないっていうか、出してくればいいんですよね。今の政治家より、もう 1% マシな人でもいいから、もうマシ、1% マシであればいい。はい、そういう人たちを、衆院のね、過半数にね、添えたいですね。で、岸田文雄首相の政権運営について、泉さんは、政治が機能していない。ね、岸田君はいても いなくても、もう変わりはないとね。で、官僚政治ですよね。もう官僚に原稿を書いてもらって、まあ、官僚が、の天下り先が、豊富にできるようなね、官僚の方を見た政治が、官僚政治という意味でもあるでしょう。で、税金も社会保険料も上がり、国民がより、苦しくなった結果、経済が回らなくなる悪循環が起きている。はい。この悪循環を泉さんは、明石市では、改善した実績があるわけですよね。国民の使えるお金が多くなると、経済が回っていくということをも証明しています、泉さんはね。で、この社会保険料っていうのもこれ実質税金なわけでね。ちょっと聞いたところは、良さげなね、介護保険料とか良さげに聞こえますが、それ、税金でしょっていう話です。所得に占める税金と
社会保険料の割合を示す、国民負担率、はい、しばしばあの国民負担率という言葉がニュースの中で使われるのは、税金と社会保険料の割合、はい、これを、国民負担率といい、それが、5割はもう立派にあの先進国の中今入りをすでに日本は果たしているはずなのに、まだなんかあの消費税上げるとかね、消費税から逃げちゃいけないとか、あの経団連のおじさんが言ってみたりね、もうこれ以上も負担できないというよという状況まで、来ている。政治が間違っている以外に理由はない、はい、政治が間違っているから国民の、ね、生活が、ね、苦しい、これシンプルでもうこれしかないのに、マスコミはなんか別の理由をもっともらしくあの出してきて、自己責任だとかね、うんぬんかんぬん煙に巻いて巻かれてしまっていますが、私たちが、政治が間違っているんです、はい、だから次回衆院選で政権交代を目指すしかねないところまで来てるんですよね。で、次期衆院選について、はい、目指すことは、2つですね、はい、消費税の軽減税率を5年間の期間限定でゼロ、いいですね、消費税、ゼロをね言い出してるのは いないですよね。共産党でもゼロとは言ってない。で、これ期間限定じゃなくて、永遠にゼロでもいいんじゃないかと思うのですが、あのこれは調整していいわけですよね。国民の生活が豊かな時は、税金を少しもらって、それをあの福祉に充てるとかね。で、ますますあの国民の生活が、全体で良くなっていけばいいわけで、あのゼロにこだわる必要はないかと思います。あの要はその税金を、誰もがこう納得する形で、公平に使ってくれればね、ゼロでなくても全然いいわけです、期間限定でもね。で、今みたいに、もう経済が逼迫している時には限定期間ゼロにしましょうということですね、はい。で、医療教育費を無償、シンプルでいいですね、はい。だから分かりやすくね、分かりづらく、こねくり回して複雑に政策を掲げないで、消費税は、しばらくゼロとかね、医療教育は、無償で、所得制限もないっていうね、はい、分かりやすくないと国民に、響きません、はい、ことを、この2つを柱とする、休眠内閣構想を掲げ、与野党双方から共同者を、募る方針を、表明。ってことは、今のところ今議員やってる人から賛同者を作るというね、これが泉さんのシナリオですかね。で、泉氏ら国民の味方と、自民党など国民負担増を続ける古い方々の一騎打ちの構図。この一騎打ちの構図は、泉さんが支援するあの選挙での構図と同じですよね。今まで泉さんが三田市と、所沢市、立川市で、この構図を作ってきましたね。国民対、古いね、あの方々という構図を、これを衆院選でも作る、はい、これ嬉しいですね。泉さんがね、国政でもこの具体的な脚本をもう描き始めた、はい。で、ただ、自身が出馬する可能性に関しては、私は役者ではなくシナリオライターだ、脚本を書き、キャスティングしたい、はい。だから、泉さんが総理大臣やってくれればいいなと、私も思うし、そうね、熱望する方も多いと思いますが、泉さん的には、その誰が総理をやるかっていうよりも、結果ですね、国民の生活が良くなるという結果が招ければ、その総理がね、誰がやる云々っていうのは、そんなに重要ではない。むしろ、この二つのね、政策が、確実に実現されるような、シナリオとか脚本が、しっかりあって、キャスティングさえ、
間違っていなければこの目標がね、達成できる、はい、これはねもう近い将来ね、今年中か遅くとも2025年には、休眠内閣発足を目指して、頑張ろう、はい、そういうわけでね、はい、今年のね1番目の、記事としてはこの休眠内閣発足が向けていよいよ飯泉さんのね具体的なシナリオが動き出しましたというニュースでした。はい、今日はこれまでにします。ではまたバイバーイ。